では、Zoom で参加している方にご案内です。発表前に Zoom の操作を練習しましょう。質疑で Zoom の挙手を使います。Zoom 画面下の参加者アイコンから挙手ができます。操作に慣れるために挙手をしてみてください。ありがとうございます。手を下ろしてください。今度はもう一回操作の練習をします。では今度はトークで扱うこのイメモリスリムを使ったことある方、手を挙げてください。あれ、これは今いらっしゃいないみたいですね。では、トーク中は Zoom のチャットに質問や回想を書いてもらって大丈夫です。もちろん、Twitter でのツイートも構いません。YouTube 見ている方にご連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP_1 です。感想や気づきなど、ハッシュタグをつけてツイートしてみてください。それでは、これから鈴木駿さんの発表を始めます。タイトルはインメモリースリム活用術です。発表時間は質疑を含んで15分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーの読み上げ事項を読み上げていただきます。鈴木駿さん、ビデオをオンにしてから読み上げてください。はい、ビデオオンになっていますか？はい、ではこの読み上げ事項をお読み上げください。はい、私は名前は鈴木駿です。発表のタイトルはインメモリーストリーム活用術です。発表説明は日本語で行います。発表資料は、日本語です。で、発表資料は公開します。します。で、発表中の写真撮影に同意します。で、PyConJP の行動規範に同意いたします。ありがとうございます。では、鈴木駿さん、画面共有をしてください。こちらでタイムキープの設定もしておきます。では、16時30分、あと1分20秒ぐらいありますので、その、ちょっとお待ちください。ああ、そろそろトークを始めます。それでは鈴木駿さんを拍手でお迎えください。どうぞ。はい、インメモリーストリーム活用術ってタイトルで鈴木駿が発表いたします。まず発表に際して GitHub に資料がありますので、ご参照ください。また Twitter のハッシュタグは PyConJP_1で、PyConJP のフェロースラックは JP2020 トラックの1位となっております。こちらご参照ください。
さて、まず、自己紹介ですね。名前は鈴木はようと言います。で、ツイッターアカウントはこんな感じでやっていて、で普段は、株式会社アイリッチって会社で Python のプログラマーをやっています。株式会社アイリッチは、今年の PyConJP2020 のゴールドスポンサーを務めています。で、普段は、他にも、技術上のテクニカルレビューや、技術の査読を行っていまして、エフェクティブ Python 第2版や、昨日、画像で発売となりました、動かして学ぶ量子コンピュータープログラミングといった、オライリージャパンさんの本が結構多いんですけども、そのテクニカルレビューをボランティアベースで行っていったりします。また、ジャンゴコングレス JP とか、2018年のPyCon JP、PyCon Mini 広島、PyCon Mini 静岡などで、このような発表したことがあるっていうふうな人が発表する回です。はい。さて、今日の話の内容なんですけども、こういう課題を解決するために、いろいろ考えて、インメモリストリームを使ったよって話をします。どんな課題があったかと言いますと、これは実際の業務にで遭遇したんですけども、インターネット経由で、なんか数ギガバイトサイズのデータを取得して、それを CSV に加工して、どっかに置くっていうようなものを行うっていう業務が発生しました。で、これも業務ですので、普段のその作っているそのクラウド上に、今回は AWS だったんですけども、AWS 上に構築したその既存のシステムに追加する形で実装するという要件がありました。また、これ1回限りのではなくて、毎日、バッチ的に毎回、クーロンというかバッチっていうか、的に毎日実行するものです。っていう、このような、業務がありました。で、クラウド上に構築するということで、クラウドサービスっていうのは、AWS も GCP も Azure も、いずれもその重量課金制ですと。つまり、使ったら使った分だけお金がかかるようになっています。つまり、使っただけだけって、なるべく時間単位でお金が発生します。ということは、なるべく迅速に処理すればお金が安く済む、コストが安く済むということがわかります。つまり、このように、このような課題があって、かつ、なるべく早く処理をしたいという背景がありました。この処理をもう少し詳しく見てみると、このような流れになっています。インターネット経由で数ギガバイトのサイズのデータを取得します。そしてその数ギガバイトのサイズのデータから CSV ファイルに加工します。そしてその CSV ファイルを ZIP に圧縮します。そしてその ZIP に圧縮したそのデータをそのクラウドストレージ、今回のケースですと、AWS の S3 にアップロードしたんですけども、その S3 に ZIP アクションでアップロードするっていう、こういう一連の流れを行う作業でした。この作業の、どこにそのボトルネックっていうか、困難があるのかなっていうのを分析、しました。まず一番のポイントは、そのデータのサイズが大きいというものがあります。結構その数ギガバイトってなかなか結構扱うのがちょっと大変で、今入れる機械学習とか、なんとかデータ基盤とかそういうのは一切なかったので、一から Python に作る必要がありました。なので、あんまりその派手な道具は使えないっていう背景もあります。そして、データの加工、今回その CSV ファイルに加工するとか、ZIP に圧縮するっていう加工があったんですけども、それはどちらかというと単純な処理に入りました。そこまで難しくない処理でした。ということで、この処理のボトルネックはどこにあるのだろうっていうふうに分析しました。ZIP 圧縮はそれほど大変ではないということが分かりました。で、データ加工は単純な処理ですと。なので、どこにボトルネックがあるかというと、IO、入出力にありそうということが、なんとなく見えてきました。その数ギガバイトのデータを扱う。その数ギガバイトのデータを CSV にするときに、ディスクにファイルを書き込む。で、ZIP 圧縮するときに ZIP で固めたファイルも置くっていうふうに、ように、IO 処理が結構多い処理になっていまして。で、今回のその要求では、なるべく迅速に処理をしたいっていう背景があるので、なんとかしてその IO 処理を迅速に処理をしたいっていうことを実現するために今回使ったのが、インメモリーストリームスです。ストリームっていう概念はちょっとプログラミング言語によって微妙に違うんですけども、Python におけるストリームって何かっていうと、Python におけるストリームはファイルオブジェクトのことです。これは Python の公式ドキュメントに書かれています。では、ファイルオブジェクトとは何かというと、ファイルオブジェクトは何かというと、リードやライトなどのメソッドを持つオブジェクトをファイルオブジェクトと言います。ディスク上のファイル、
とかそういうあの別の場所にはストレージとかそのファイル、またはそのキーボード、マウス、ディスプレイなどの IO 機器とやり取りできるのがそのファイルオブジェクトの特徴です。で、Python におけるそのファイルオブジェクトは3種類あります。一つは生バイナリファイル。これはまあいわゆるローバイナリーと呼ばれるやつです。で次がバッファ付きバイナリファイル。で、3つ目がテキストファイル。この3つからなります。で普段 Python で扱うときにあまりこのような、あまり意識する必要はありません。なぜかというと、オープン関数を使えば簡単にファイルオブジェクトを扱うことができるからです。このように Python では、例えばテキストファイルを扱うときにオープンという関数に対して、そのテキストのオープンモードを、まあ、R とか W とか A とかプラスとかつけることによって、テキストファイルだよっていう Python を教えることによって、テキストのファイルが開かれます。また、バッファ付きバイナリーは B、バイナリーの B を渡すことによって、これはバイナリーファイルだよっていうのを Python を教えることができて、そうするとバッファ付きバイナリーでファイルとして開くことができます。このね、Python でファイルをオブジェクトで扱うのは非常に簡単で、これオープン関数を使えば基本的にこと足ります。ですが、今回のケースはちょっとこと足りなかったわけですね。で、そのオープン関数の裏側で何が行われているのかっていうと、まあ、単純に言うと OS、まあ、皆さんのその計算機の中にあるオペレーティングシステムのシステムコール API を呼んでいます。そのシステムコール API っていうのはその OS の機能を使うたびにその OS 側が提供しているそのシステムコール、API のことをシステムコールと言います。で、オープン関数をコールすると、その裏側でその Python と OS 側の会話をして、そのシステムコールを呼んでいます。具体的に見ていくと、例えばこのように、withopen event.csv みたいな、こういうなんか何かイベントみたいな CSV を、まあ、ライトで開いて、なんかそのフィールドネーム決めて、なんか CSV ファイルに対してのディクトライターを渡してみたいな、そういう、なんか何かの情報を CSV に書くっていう状況を考えます。この時に Python で裏側で何が行われているのかと言いますと、まあ、例えば Windows の場合、その、まあ、プロセスモニター、っていうツールを使いますと なんとなく見えてくるんですけども、例えば Create File とか Query All Information File、Write File、Close File っていうこのような API が裏で呼ばれています。そして、Linux、まあ、今回検証したのは Ubuntu on Windows Subsystem for Linux、まあ、つまりその Windows 上で、まあ、動く Linux みたいなやつなんですけども、ここだとそのLinux のシステムコールが呼ばれていまして、例えば OpenAt。OpenAt っていうのはそのオープンシステムコールオープンの親戚で、その相対パスに対してそのファイルをオープンするっていう意味でシステムコールで、まあ、OpenAt、FSAT、IO コントロール、LSeq、Write、Close みたいな、このようなものがコールされます。これは Linux においてはその strace っていうコマンドを使うことによって、簡単にそのシステムコールが何呼ばれてるかっていうか、簡単に確かめることができます。このようにオープン関数というのは、裏側でこのようなシステムコールを呼んでるんですね。さて、今回、この作業の目的としては、まあ、インターネットから数ギガバイトのデータを取得して CSV に加工して、ZIP に圧縮して、ZIP を、まあ、S3 外部のストレージに置くっていうものでした。つまり、その、ファイルをローカルに保存する、まあ、一時的に保存するのがゴールではないと。保存する必要はない。まあ、保存しないことに越したことはないってことですね。なので、その、このローカルデバイスにファイルをなんかライトする手間を省けば処理が早くなるのではないかというふうに考えました。そういうわけで今回使ったのが今日の発表のタイトルであるインメモリーストリームスです。では、じゃあ、やっと試作に行きましたが、インメモリーストリームとは何かっていうと、ストリング、バイツをファイルオブジェクトというふうに使えるものです。これはリードライト、両方できます。そしてランダムアクセスが可能なものとなっております。で、例えば、まずそのテキストファイルのためのインメモリストリームはストリング IO と呼ばれています。どのようなものかというと、このようにオープンと同じように、その with 文に IO.string IO と渡すことによって、文字列に対してそのリードライトができるようになります。この場合はライトをしている例ですね。先ほどはそのディスク その CSV ファイルに書いていたものが、このようにメモリ上のストリングに書き込む処理となります。次にそのバイツ IO。バイツ IO というのはそのバッファ付きバイナリファイルのためのインメモリストリームです。これは、この下の例はそのピングの画像データをそのバイツ IO を渡してリードしている例ですね。先頭の8バイトを読むことによって、そのピングのヘッダーを表示しています。このように、そのオープン関数と同じように、その IO.バイツ IO を渡すことをオープンすることによって、その
ストリングやそのバイトをファイルのように扱うことができるようになります。で、まあ、今回のその、業務の目標として、インターネット経由の、でデータを取得して、CSV に加工して、ZIP に圧縮して、S3 にアプローチするっていう処理を行いました。で、これはどのように実現したか、まあ、ちょっと具体例をちょっと見ていきます。まずその、まあ、今回その、まあ、話の例として、その PyCon JP と申し込み際に使ったその Compass の API をちょっと、まあ、例として挙げました。そのコンパスの API を使って、そのイベントの情報を、まあ、インターネットから取得します。それをイベントっていう変数に入れます。で、そのイベントから、その、ストリング IO に対して、その、必要な情報だけ抜き出して、CSV にライトして、その、文字列の中にその CSV ファイルを書き込みます。そして、ここが一番、多分今日の発表は一番複雑なんですけども、それを、まずそのバイツ IO をオープンします。で、バイトストリームの中に、さらにその ZIP ファイルをオープンします。バイトストリームの中に ZIP をオープンして、その中にさらに、その先ほどのそのテキストストリームが入っているその CSV ファイルをライトします。で、まずこの withZIP ファイルの行が終わると、そのバイトストリームの中に ZIP ファイルが完成します。次にそのバイトストリームをシークロをゼロにすることによって、そのバイトストリームが先頭に行きます。つまりこのカーソルがあるんですけど、ファイルの。を先頭に送ることによって、まあ、ここから始まるよってことを、プログラミングを教えてあげて、その S3 の、Python の SDK、POD3 ですね。POD3 で S3.upload ファイルオブジェクトに、そのバイトストリームを先頭から渡して、バケット、S3 のバケットとそのキー名を渡すことによって、ストリームのまま送ることができます。まあ、このように、すべてこの一切その、ディスクへの IO を発生させずに、CSV へのデータの書き込みや、ZIP への圧縮、そしてその SDA、まあ、そのクラウドストレージのアップロードというのができるようになります。このように、そのストリーム、まあ、インメモリストリームを使うと、まあ、ちょっと面白いですよねっていう話です。というわけで、話のまとめといたしましては、その、まあ、IO モジュールやそのインメモリストリームが、まあ、そのストリング IO、バイツ IO が含まれます。まあ、それはストリングやバイツをファイルオブジェクトに扱うことができるというものです。まあ、通常のオープン関数とは答えない、視線コールが基本的に呼ばれないっていうメリットがあるのと、あとあります。なので、そのディスクへの IO をなるべく減らしたい。もしくは、そのちょっと特殊な環境でできないっていった状況の中でファイルが扱いたいときには、それには便利なツールとなっております。なので、皆さん、今日の発表を通して、その IO モジュールっていうのが皆さんの開発の道具箱に入ることを僕は期待しています。はい。僕の発表は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質問の時間を設けます。鈴木さんに質問のある方いますか？ズームの機能で挙手をお願いいたします。感想でもいいの感想、はい、どうぞ。発表ありがとうございました。ちょっと本筋からそれてしまうかもしれないんですけど、生バイナリとバッファ付きバイナリとテキストファイルがあるということで、オープンや IO バイツ IO で扱うのはそのバッファ付きのバイナリっていうふうに理解したんですけれども、生バイナリってどういう時に使われるものなんでしょうか？はい、あまり使わないんですかね？基本的に使わないですね。バッファない方が、バッファある方が早いので。あ、そうなんですね。なるほど。なので、まあ、ちょっとその、実際その IO モジュールにいろいろ書いてあってるんですけども、基本的にはその、バッファを使うべきっていうかですね。もちろん、その中の、バッファがないあると困るっていうケースももちろんあると思います。結構それは突っ込んだ状況だと思うのでっていう感じですね。はい、ありがとうございます。違いが分かってすごい明確になりました。ありがとうございます。はい、では時間になりましたので鈴木駿雄さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします。なお
この後、このセッションが終わった後、このルームでクロージングセッションがございます。その後に、ズーム参加者の皆様は夜のパーティーがございますので、参加される方はお飲み物やフードの用意をお願いいたします。ありがとうございました。画面共有はどうしますか？